どうも、ロースビーフです。ということで、今日はショコタンコラボの超動脈球、で、前回はね、やらなかった、脳鉄の方をね、やっていきたいと思うんですよ。プラス、これね、カレンじいさん、なんでこれをキャラクターやってるかというと、これ隠しクエスト、に必要ということで、ショコタンのレベル30を連れて、いかなければいけない、なんですけども、これ、スケットでもいいということで、今回ね、スケット、まあ、脳鉄があるんで、メンバーネージャーとちょっとレベル30だとね、ノーデスはきつくなっちゃうんで、助っ人、お借りしてますね、カレンジさんね。ちょうどね、タイミングが良かった。ありがとうございます。まあ、ノーデスに関してはね、まあ、確かに難しいには難しいけど、縛りがないんでね、もう一属性3体化、もう終わらしちゃったんで、プラスね、種族縛りとかも特にないんで、最強メンバー、で挑めるので、特にそこまでではないかなという感じがしますね。見てわかる通り、今回、術師、縛り。まあ、戦闘にエリカがいるので、わかると思います。ただ、ちょっと怖いところは、変換がね、これ、シュルファス。こいつはちょっと遅いんで、プラス、なんだ、パネルの色がマスタービーっていうキャラがいないのに、本当はね、アーシアさん連れておこうと思ったんですけど、もう彼女はもう HP が低すぎて、とてもじゃないけど、もう連れてこれないんでね、シュルファスにね、しました。もう、ここも、まあ、空踏みはしたいところかな。なんでかっていうと、前回のね、一属性三体化の時には、すぐスケット、呼んだんで、知恵をね、持ってこれるとか、そういう風にできたんですけども、今回に関してはちょっと、そういうのはできないんで、空踏みしてある程度はね、ポス戦ないし、ダメージとか、ぐらいの、あれに対して、スキルをね、貯めとかないと、ダメなんで、ここでやっぱりスキルダメ。ちょっと2戦目はね、ちょっとスキルダメがちょっと難しいんで、やっぱりこの辺が、いいのかなという部分ですね。まあ、復職も、勝利しつつっていうところですけども。エリカがやっぱり非常に強いですね。強いっていうか強すぎるぐらい、強いですね。彼女はちょっと取っといた方が、いいかもしれないですね。水の術師、これからもどんどん、配布されるでしょうし、普通に全属性アタッカーとしてサーシャ、かなり使えますから。で、宝箱はやっぱり非常に、ここを打ちに行きます。本当は欲しいところなんですけどね。一体も倒れずに、まあ、ただ蘇生はね、使えないですからね。あれはね、カウント死んじゃいますからね。蘇生使ったらね、なしにね、脳幹にしてくれるみたいな、あるで非常に嬉しいんですけど、蘇生もね、行きますから。で、ここもね、もう早々に、もう抜けちゃいます。ちょっと問題は、ないかな。まあ、ちょっと攻撃被ったりするとね、まあ、被るっていうか、これ弱いやつに、HP が低いやつに、狙ってくるんでしょうがないですけど。こういう時にやっぱチェルシーがね、非常にいいんですよ。たまたまね、今回はエリカをちょっと食らってたんであれなんですけども、チェルシーの場合はね、HP が低いんですけども、炎に対して 20% 軽減、がついてるんで、こういう時軽減のね、覚醒がついてる子は、非常にね、役に立ちますね。で3戦目、まあ、鬼門では触れてますけども、ただ、ここももう策はないから、まあ、遅延も使いたいところなんです。まあ、SS ダメージも。ただ、ちょっとね、使えないんで、もったいないんで、ボスで、ね、使えない。ここはもう純粋にもう耐えるしかないですね。もう前ターンあるんですけども。遅延複数持ってれば確かに使いたいところなんですけどね、そうそうね、やっぱり持ってるのは、人はね、やっぱいないと思うんでね。支援のね、配布はそうそうないですし、ガチャでもね、なかなか、出てこないですし。あれ、これもしかしたら地味に、ハイフリッキーかな？そうだね、ガチャさんが、いないですよね。でも、例のことね、先生で弱体化、とかしてくるんですけども、ただもう今回もね、もう一緒、前回と一緒で、もうこれも遅延、打っちゃって、もう真ん中をね、もう倒します、早々に。
真ん中にやっぱ行動させちゃうとね、軽減とかね、あれが必要になってきちゃうんで、軽減とかね、あとなんだダメージをね、食らわない、無効化する、やつとか。ここちょっと悩んでますね。もう真ん中です。もう真ん中。もう真ん中をね、倒しましょう。なんでね、回復デッキとかはやめた方がいいかもしれないですね。ジルヒンに、なっちゃう可能性があるので、もう効果力アタッカーで、もうこれ2ターン遅延なんですけどね、関係なんで、もうね、どんどん、倒しましょう。サーシャもね、この辺りにこう、覚醒でね、レジェンドモードになって、火力がね、でも怒りとかになるときも関係ない。もうこの辺はね、もう速攻に倒しちゃいますよ。回復一体、もしかしたらね、これ誰だっけ、ハルカだっけ、みたいなのがやっぱいいですよね。非常にアンサー回復はやっぱ詰めにくいですからね。軽くね、できていくぐらいは。まあ、ここで、まあ、弱体化、とかされるけども、状態上回復、もういらないのかな、やっぱ火力かな、押し、もうそればっかりですけども、まあ、スキル封印とかは、まあ、ただ右のやつのやつは攻撃は、してこないんで、まあ、毒とかだったらね、もしかしたら死んじゃうかもしれないですけど、毒もそういうのないんで、ダバイバルで、スラットさえ突破できる、メンバーさえ、倒せますね。でサブクエね、一体も倒れずに、なんかクリアと。でまあゴールドやね、経験値もらってますけども、でこれを見ていくと超貪欲級の次に、ギガントク、出ましたね。レベル30以下、あ、じゃなくて30、ちょうどぴったりの、ショコタンを連れていくと出てくるっていうことで、詳細っていうか、出る方法、に関しては、お知らせに、あ、じゃなくて、下に、動画説明欄に、書いておこうと思うんで、そちら、見ていただければな、というふうに、思います。